聖賢寺は千葉県流山市小牧にある日蓮州の寺院。三号は通報山。江戸川大学のすぐ隣に位置している。もともとは根体山道場寺と呼ばれる新言州の寺院で、鎌倉時代には日蓮州に改修した際に現在の名に改められて現在地に移ったと言われている。古くは近隣にある諏訪神社の別当寺とされ、 今でも諏訪明神を祀る信仰が伝わっている。寺門は、立ち火の葉。伝承によると、大道年間に、工房大師の弟子である、桂津田や邪里が、下唄国とバリ号の沼地に潜伏する竜神を、秘術を持って降伏させた後、お堂を建てて、竜神を、風早明神として祀った。展示年間、日蓮の弟子、日朗が道場寺に属する二名の僧と、 公論を行ったとき、僧侶たちは負けて自害した結果、日蓮宗の寺院となって、現在地に移されたと言われている。また別伝によると、竜神により、薬病が流行したとき、日露は竜神をホッケ業によって改心させたところ、薬病は病み、地域の住民が日蓮宗に改宗した。そこで、日露は竜神を、妙法す訪大名人と呼び改めた。 日老から御本尊を受けた大団落ちの講師家が、その土地に寺院を建てたのが、聖賢寺の始まりと言われている。なお、諏訪神社の方も、大同2年に、高市美子の公営にあたる高品市によって、創建されたという遺書を持つ。また、1180年に、源の頼朝が、松の木に蔵をかけたことから、竜神は、蔵掛大竜王と呼ばれるようになったという当時に、 松る言い伝えも、源義家が諏訪神社の境内で蔵を木に掛けたという伝承と告示している。神仏集合の時代、聖賢寺は小牧諏訪神社の奥の院とされたが、明治初期の神仏分離令の影響で神社と寺院が分けられた。流体の諏訪明神を祀る竜王堂、ありがとうございます。